いや、びっくりしましたね。多分皆さんびっくりされたと思うんですけど、ピンクが入ったと思ってでもなんかそれでも様になってるのはやっぱりライブとエビルのフォルムのかっこよさと、今までやっぱアクションをたくさん見てきてから、この多分動いたらかっこよくなるんだろうなっていう期待がすごく膨らみましたけど、まあでもやっぱリバイスドライバーで変身するっていうのがすごく僕としては楽しみな部分で、1話でドライバーをビビって放り投げちゃったんですけど、まあ約1年半越しじゃないですけど、はい、の変身を今回させていただいたので、シークエンスにもちょっと注目してほしいですね。リバイスドライバーで一気にが変身するときはバイスが出てきて大きいスタンプを放つじゃないですか。これどうなるのか面白いですよ。これ見てください、本当にいわゆる大事で、ここにバイスだったところがカゲロウじゃないですか。この人が何するんだろうっていうね、それちゃいや、めっちゃ面白いと思いました。ちょっと本当にぜひ見ていただきたいです。物理的ではない重みっていうか、やっぱり1年間主演を張ってた前田健太郎くんがですね、つけ続けてきたものなので、ドシッとくる何かはありましたけど、しっかりこれを受け継いだというか、最後まで戦い抜くぞっていう気持ちにはなりましたね。いや本当にやっぱさすがだなっていうか、坂本浩一さんという一人の監督の凄まじさをちょっと映像で感じましたね。最初台本見た時に、これどうやって映像化するんだろうなって本当に難しくて、もう大地と影朗、ヒロミ村正の肉弾戦があったと思うんですけど、なんか勘違いしてるのかな、僕たち2人しかいないんだけど、4人いることだと勘違いして脚本書かれたのかなみたいないうふうに思うほど、これどうやってやるんだろうって思ったんですけど、やっぱいざ現場に入ってみると、もう監督の中でも頭の中で多分もう映像が出来上がってたのか分かんないですけど、もう的確にここでこうにやってって言ってもカメラの位置もしっかり決まってて、でもそれ通りにやって、いやこれで本当に4人で戦ってるように見えるのかなって思って映像を見たら、本当に4人で戦ってたので、すごいなと思って、はい、それはちょっとすごく感動しました。なんかあんまり僕引きずらないタイプなのかなとかっていうのぼんやり思ってたんですけど、33、4、5、6、7、8ぐらいがほとんど一人の ロケっていうか、撮影がみんなと合わず一人だけだったんですよ。一人で変身してギフジュニアたちを倒して、で、あー疲れたっていうなんかような描写がしばらく続いたじゃないですか。で、あとはまあ橋本潤さん演じる赤い市長官と二人きりのシーンとかで、なんか今まで毎日顔合わせてた兄弟のような家族のようなみんなとちょっとしばらく会うことがなくなってしまったので、なんかすごい心もなんか寂しいっていうか、みんなと会いたい、みんなに会えないなとかって思いながら、でお芝居も結構しんどいシーンが多かったので、なんか あの期間はちょっと本当に精神が不安定でした。まあ、今となってはいい経験をさせていただいたなっていうふうに思いますけど、あのシーンはでもそれこそさっき言ったように結構長い期間、闇落ち期間があったじゃないですか。でその中で闇落ちがいよいよ終われて、視聴者の方にもたくさんむずがよい気持ちをさせてきたじゃないですか、いっぱい。でも、大事意外にしてくれよと皆さんの声届いてましたから皆さんが言いたいのもすごくわかります。僕もそう思ってたから、そうだったんで、みんながやっぱもうちょっと大事意外にしてくれもうっていう中で、やっぱぬるっと戻ってくるのはやっぱ違うじゃないですか。ここまで散々視聴者とリバイスの世界をかき乱しておいて、ぬるっと戻ってきましたは違うでしょっていう、やっぱそこにはなんか大きな大事の気持ちの変化っていうのを乗っけなくちゃいけないしっていう気持ちで臨んだ回だったので、なんか自分にとってすごく大きな壁っていうか、バシッとここで大事が戻ってきて、よしいよいよ最終章クライマックス、ギフと決着っていうところに持ってく機会回だったので、なんかそこはちょっと自分にすごく奮い立たせて頑張りました。全然そのプラスにしか意識しないって言いますか、嬉しいでしかなくて、まあ、結果的に3人が同じクールに出演させていただけてるのが本当にありがたいですし、それ以外のみんなも
舞台とか他の映画とかっていういろいろなジャンルで活躍してるのを僕は見て、すごく力になりますし、僕も頑張ろうってみんなと一緒に、なんか作品は違えど、なんかもう本当に大きな実家のような、なんかみんなが帰ってくるような場所なので、なんか集まりたかったら集まれるしっていう関係性で入れてるからこそ、なんかお互いのことを応援できているので、なんかすごい嬉しいですね。やっぱ家族の物語を演じてきたので、1年間家族の役を演じてたらもう家族になってるんですよね、1年経ったらこれからもやっぱり僕にとって大事な家族ですし、兄弟ですし、まだ仲間ですし、まあ良きライバルでもあってっていうのが、まあ、これからもこの関係性で居続けられたらやっぱ何よりかなっていうふうに思います。僕たちの集大成となる作品がですね、今回いよいよ公開となります。本当に坂本監督とですね、純也さん、小松純也さんと本当に極限状態まで自分を奮い立たせながら撮影に臨んだ作品でございます。本当にアクションもたくさん、スリルも満点、そしてかげろう、村正、大二、ひろみと4人のですね、2人4役という初めて僕も聞きましたけども、今回そういう壮大なアクション映画にですね、主人公として演じさせていただいておりますので、皆さんぜひご覧ください。